クボメリーの移籍報道、ソシエダ現地の声がこちら。レアル、ソシエダに所属する日本代表ミッドフィルダー久保建英とスペイン代表ミッドフィルダーミケル、メリーノの移籍が近づいている。久保はリバプールへ、メリーノはアーセナルへの移籍間近と報じられている。久保は昨季30試合7ゴール4アシストを記録し、メリーノも32試合5ゴール3アシストを記録。ソシエダの中心選手として活躍。一昨シーズンはソシエダを牽引し4位フィニッシュ、昨季は CL16 強進出に貢献していた。両者以外にもルノルマンはアトレティコの合意報道がなされ、スビメンディラにも移籍の噂がある。現地ソシエダのサポーターは来たるべき新シーズンへの不安が膨らんでいる様子。1年で CL に出場したほぼ全ての選手がいなくなった。彼らがいなくなったらどうなるんだ。大量放出、弱い時代に戻る、悪夢が現実になる、来季は降格か？残り1ヶ月で何ができるんだ、久保とメリーノのことは考えるな。と急な主力放出報道にサポーターの心も追いついていないようだ。ソシエダは12日、マンチェスター、シティから U23 スペイン代表ディフェンスセルヒオ、ゴメスが完全移籍加入することを発表しているが、それ以降、補強の発表はできていない。久保はソシエダじゃなければゴールもアシストももっと取れてるはず。久保はこれ以上ソシエダにいても限界だと思う、移籍の時だよ。ソシエダ今回5人もスペイン代表入ってたのに、みんな引き抜かれるんちゃうか。まあソシエダを CL まで連れてったし、リーガではこれが限界でしょ。ソシエダ出身のウーデボール、イサク大活躍してるし期待してる。あと1年ソシエダで無双してからのステップアップがいい気もする。16シーズンぶりのセグンダの足音が。ソシエダ日本ツアーどうなるんだよ。久保の最後の晴れ舞台の相手がガンバだと。お気持ちを察します。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。